はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。なんとね、はい、このでかい段ボール、こちらが届きました。はい、これはね、ジャンプフェスタ、はい、あちらで購入した、ネットから購入したものですね。はい、こちらを今回は開けていきたいと思います。自分でもね、何が当たったか、当たったじゃない、何を購入したかっていうのをね、忘れちゃったんでね、ちょっと開けて一つ一つ見ていきたいと思います。まず一つ目、呪術廻戦のポスター、 B2 ポスター、はい、こちらですね。まあ、絵柄はね、多分出てると思います。はい、こちらですね。はい、こちら、ワンピースですね。ワンピースのイラストポスターコレクション、はい、こちらが1枚入りで全8種、はい、これはね、後ほど、開封したいと思います。続いてこちら、パズルですね。はい、ジャンプフェスタ限定ですかね。はい、和テイストな絵柄、はい、300ピースか。はい、で続いてこちらはワンピースのコンビセット、ルフィ太郎&ゾロ十郎、はい、そちらのね、いろいろ混ぜこぜ、缶バッジとかポート、クリアファイルとかいろいろ入ってますね。はい、続きまして、下敷きですね。下敷き、ワンピースの下敷き、はい、とナルトの下敷き、はい、続きましてドラゴンボールのクリアファイル、はい、ドラゴンボールのクリアファイル、はい、次がこちら、ジョジョのクリアファイル、はい、はい、こうですね。はい、で次がジャンプのオールスターブロマイド、全23種で2枚入りですね。はい、それが、はい、5枚ありますんで、後ほど開封します。でラストですね。はい、こちら、東京都立呪術高等専門学校ランク同社、はい、これは普通にお菓子ですね。お菓子ですけど、メタルチャーム1個入り。はい、これはね、もちろん五条狙いですね。はい、これも後ほど開封します。といったね、以上になります。はい、ではね、早速、開封できるものはね、一緒に開封して見ていきたいと思います。はい、ということでね、開封できるものはこちらに並べました。はい、まずはワンピースの、イラストポスターコレクションが3つで、ジャンプオールスターブロマイドが5枚、はい、で呪術廻戦のラングドシャ、ダルチャーム付き、
はい、こちらが2つ、はい、これをね開封していきたいと思います。まあ、早速そうだね、どれからいこうかな。ワンピース、ワンピースのイラストポスターコレクション、こちらからね開封していきたいと思います。はい、ちなみにね、ラインナップ見ていきましょう。ラインナップはねこういう感じ。はい、このラインナップを見るとねやっぱゾロが好きなんでこれ一択なんだよな。あとゾロがね前面に出てんのないんだよな。じゃあこれ、これかゾロ、これだね。はい、いきます。1枚目、せーので、わからないないきます、せーの。1枚目でいきなり出ましたね。一番欲しかったイラスト、ゾロ十郎。よし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 、かっけえぜ。いいね、やった。では2枚目いきます、せーの。あ、わかんねえんだったいきます、せーの。おお、はい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 、この絵柄ですね。四皇とルフィにチョッパーにブルック。でもこれシャンクスがいるんでね、シャンクスが好きなんで、まあ、これもいいですね。イラスト的にポスターラス1、はい、いきます、せーの。あららららららら、はい、まあ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 、はい、この図柄イラストですね。はい、ということでね、結果的にね、出たのがもう全部縦のポスターでしたね。縦のここはここの3つでした。はい、まあでもこれが出てくれただけでよかったわ。あ、当たりよかった。はい、続いてはねこちらのオールスターブロマイド、こちらをね開封していきたいと思います。こちらはね全23種で2枚入ってるんでね、どんな感じで入ってるのかをまずはねさっと開けてみたいと思います。1枚ずつ1個抜きましょう。いきます、せーの、ブン。あ、こういう風に入ってるんだね。なんでしょうこれ、もう分かんないんだよな。うん、アグラビティボーイズ、グラビティボーイズかなるほど、ブロマイド、うん、写真風って感じだね。じゃあ2枚目いきます、せーの。あ、チェンソーマン、チェンソーマンは知ってます。なんかもう終わったんですよね、うん、これは見てないんですけどね。まあでも人気はあるらしいですね、チェンソーマン。はい、続いてのパック、3枚目いきます、せーの。よいしょ、これはこれはなんだ、
アンデッド・アンラック、これもちょっと存じ上げないですね。はい、あ、そもそもジャンプ読んでないんですけどね、なんか気になった漫画だけコミック買ったりアニメ見たりしてるだけなんでね。はい、では4枚目いきます。せーの、これは何でしょうか。夜桜さんちの大作戦、存じ上げないですね。わからないな。5枚目、せーの、いや、かぶり、いや、かぶったな、いきなり。もうかぶって、ということはこの流れでいくとチェンソーマンかな、同じなのかな、パックに入ってるのは。いきます、6枚目、せーの、あ、違かった。これは僕たちは勉強ができない、存じ上げませんね。全然知ってんのが来ないな。では7枚目いきます。せーの、よいしょ。あやかしトライアングル、わからないな、全然知ってんのが出ない。はい、では8枚目いきます。せーの、ホムなんて読むんだ、ホムラ見える少年、なんて読むんだ、わかんない。どっちにしろ存じ上げませんね。はい、ついにラストバック、全然知ってんのは出ねえ。いきます、せーの、マッシュル。ちょっと待って、本当に知らないな。どうしよう。はい、ラスト1枚になっちゃいましたね。呪術廻戦期待してんだけどな。いきます、ラス1、せーの、うわー、全然わからん。破壊神マグちゃん、全然わからないわ。ついに開封ラスト。はい、こちら呪術廻戦のラングド社キーチャームメタルチャーム、ね、メタルチャーム1個入り全4種。はい、もちろん狙いは5条、5条が出ればもう全てのこの開封結果は大当たりということで、全4種なんで2分の1だな、2箱ね。はい、早速開けてみましょう。どういう風に入ってるのか分かんないんでね。はい、では早速いきます。1個目、どう入ってんのか分からないからこのままいきます。せーの、あ、こういう感じで入ってんのね。はい、見えちゃった。イタドリ、タドリユージ、なるほど、こういう感じですね、ラングド社、なるほど、はいはいはい、ラス1ですね。もうほんとこれで五条を出てほしい。ちょっと待って、もう一回ちょっと手触りで出しましょう。もうね、ある場所分かったんで。よし、これだ。よし、引っこ抜きます。せーの、やったぜ、すべてチャラ。何がチャラか分かんないけど。
いやー、これで全てが報われたぜ。ブロマイド大外れ、つーか全然知らないやつ出ちゃったからどうしようかと思ったけど、はい、いや、いい引きでしたね。これは何よりも五条がこの最後の最後で出てくれるっていうね、神がかり。よし、これも美味しくね、いただきたいと思います。そもそもこれいくらなんだっけ。あ、1個1500円もすんだね。そりゃそんな大量に買えないわな。はい、でも出てよかった。はい、いやー、よかった。ということでね、いかがだったでしょうか。結構ね、いろいろありましたが、まあ、やっぱね、ジャンプ系は今ね、ほんと面白いですね、漫画がね。はい、私もね、ハマってますね、いろいろと。これからもね、ジャンプショップとかのね、ものを購入していきたいと思います。その都度動画をアップさせていただきますんでね、この機会にぜひチャンネル登録、あと高評価ね、コメントいただけましたら必ず返答します。はい、ということで今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。